こんばんは。ゲリラで申し訳ない。こんばんは。やっと帰ってきました。私本日 AKB 紅白に、はい、出演してました。疲れた。疲れたって言ってもね、まあ自分の出番自体はその50何曲あった中、まあ10曲もないんですけど、5曲ぐらいなんですけど、まあでもね、4時間あったということでね、4時間ぐらい、5時から始まって10時ぐらいに終わったので、4、5時間ぐらい、6時開演かな、6時開演で10時ぐらいに終わったので、まあ4時間ぐらいということで、まあ4時間もあるとね、やっぱりさすがにね、こう演者もね、見てる方もなかなか大変だったと思うんですけど、すごいいっぱい AKB さんの曲とかあったと思うので、ね、ぜひぜひ楽しんでいただけたらよかったです。ライブビューイングとかで見てくださってる方もいらっしゃるのかな。私は STU48 として、何出たっけな、ペダルと車輪と来た道と、あとドラフト3期生として、ここがロドスだここで飛べと、瀬戸内の声、暗闇、夢路から、思い出せてよかった Give Me 5、 ジョイフルジョイフル出演と、まあ、その曲数、出演しました。今回生歌生演奏ということで、すごい初めてではないか、生演奏は でも去年の紅白の時も一応、あれは生演奏じゃないのか、普通に、じゃあ生演奏初めてでしたね。なかなかドラフト全員まあ AKB 紅白に出てるドラフト生全員だったと思うんだけど、多分ね、ケイトちゃんは、塩月ケイトちゃんだけはね、その前の曲がもう NMB さんだったから、多分ロドス出てないんじゃないのかな、多分。いやー、なかなかね、こう生演奏聴かせるってことがやっぱ大切だから、なかなかね大変でしたね。うん、大変だった。ちょっとね、この全くこうネットが繋がらんくてですね、やっぱ下の方だったから、だからね、まあ、メールもね、まあ公演中だったんでメールもそんな遅れてないんですけど、写真はいっぱい撮ったので、また明日にでも送ろうかなと思います。あと何も言ってないんですけど、私実は前髪切って、はい実は前髪を切りまして、あんまりこう言われなかったんで、自分からちょっと言うんですけど、前髪を切ってみました。ちょっとね、目にかかってたんで、目より上にしました。パッツンにもできるし、化けたら普通にいつも通りの横にもなるかなって感じです。ちょっと束になってるんですけど、帰りなさい。ショールームやってます。ドラムさんが帰りました。他のドラさん、もうドラさんはね、いっぱいお話ししました。あー、ごめんなさい。ショールームやってます。使います？あ、ドロビー。こんばんは。何買ったんですか？デカビタ臭いですよ今。デカビタ臭いです。カバンの中でね。え、カンカンがね、穴開いてからもう。え、さっき言ってたなんか液体ってそれだったんですか？そう。もうメイクポーチもびしょびしょ。あ、本当だ。最悪。デカビタ。本も濡れてる。あらららら。最悪。さっき言ってたなんか謎の液体ってそれだった。そう、謎の液体はデカビタだった。なんかトルブさんがなんか液体ついたみたいな。マジで最悪だよ、もう。あららら、悲しい。私もそういう時ありましたよ、なんか。だからね、
あらららドライヤー使います？ちょっとなんかちょっとお湯を振るで洗おうかな。あ、どうぞどうぞ。ごめんね。ご視聴様です。配信して。あ、じゃあの椅子のとこいますね。それはもう本当に。かわいそうに。私も一回謎の液体でリュックサックずぶ濡れになったことありますね。はい。何の話したっけ。あ、ドラさんだ。ドラさんね、会いましたよ。あ、 NGT が NGT さんがやっぱりね、ドラさん全員出てるからね、 NGC さんとか話すことが多かったかな。めっちゃ笑ってる。うん、いやいや、当事者になったらもう笑い事じゃないんですよ。めっちゃお腹すいた。ユミミめっちゃ話した。ユミミね、あの同期いなかったから一人でいて、あーユミミって言って話しました。うん、田野先輩とね、あのなんだっけ、あのひまわりのなんだっけ、すごいいい曲でね、私泣きそうになったのに曲名忘れちゃった。披露してた二人で。ミカニャン出てないの。NMB ケイトちゃんだけだった。でもケイトちゃんもロドス多分出てないんだよね。うん、なんかね、歌詞がねすごい切ない。ひまわりのない世界、それなんかね、後半の歌詞めっちゃね泣きそうになっちゃった。多田先輩の表情とね、ユミミの歌声で。そう、福岡聖奈さんからね昨日クッキーをもらって、これは食べれんって思って紙にティッシュに包んで持って帰って今日食べました。うん、食べました。本当は保管 してあの家に持って帰ろうと思ったけど、うん、今日もちょっとだけお話ししました。本当ちょっとだけ、ちょっと。でも私コミュ障だからなんかもうキモいんですよね、自分の話し方とか。話してないみたいな、ほぼあみたいな顔なしなんでね。裏配信、そうなんです、裏配信ね、たまたま空いててね、ちょっと行ってみようみたいな感じになって行きました。別に狙ったわけじゃないですよ、セイナさんがいるからって。本当にたまたま。奥花子さんはね、奥花子さん審査員で来てらっしゃって、私めっちゃ好きなんですよ。うん、話はできなかったけど、ちょっと目の前にいておーってなりました。めっちゃ好きで、あの STU の一期のオーディションの時に歌った曲が奥花子さんのガーネットだったんです、実は。そうなの。そうなんですよ、めっちゃ好きで、すごいね、じゃあ興味あったんです。そう、お話ししたかったんですけど、さすがに。ここめっちゃみずみずしになってるけど、ね、全然大丈夫です。かわいそう。蓋閉まってなかったんですかね。え、違う、なんかね、うん、カンだったの。穴開いて缶に。え、あ、あれなんですか、じゃあ。めっちゃリュックから水垂れてる。あ、開けてないやつ入れてたんですか。開けてないやつを入れててね、簡単に。そしたら缶に穴が開いたんですか。缶が穴開いてる。あら、缶ってそんなもろいんですかね。それはなんで穴開くんですかね。いや、語りたいことはいっぱいあるんですけどね。うん、まあでも、うん、ありがたいなと思いました。こうやって AKB 紅白ね、なんかそうやな、
ゆらちゃんと話したんですけど LINE でなんかすごいすごいねって、去年ドラフト候補生として前座として出てたのに今回出れるなんてすごいねっていう話をして、本当にもう自分でもそうだなって感じ、うん、感謝感激です。本当にいろんな人に感謝せねばなりませんね。うん、ね、あの時の赤チームはね、あの今日はね、あの2期のね NGT2 期生のね三村ひのちゃん、ひのちゃんと私だけだったんですよね。だからまたいつか赤チームでね TDC でね会う機会があればいいなって思います。うん、実はね私と同じチームの子はねひのちゃんしかいないっていう。来年はソロで、おっと発表されちゃいますか、9月ソロコンサート決定。いやー夢ですね。もうだって来月再来月にはもうあの我らが同期の矢作氏がもうソロコンで TDC 立つんですよ、あんな大きい会場にね。いやーすごいことですよね、本当に、うん、本当にすごいとしか言うのが、あんな大きい舞台であんな大勢の大人がこう動いてくれるそういう機会があるってことが本当にすごいなって思う。私もね頑張りたいなって思います。ね、歌もうまいしダンスもうまいし、ね、顔も可愛いってね。ゆきちゃんも歌が上手くなりたいな。今度練習しようかな。踊りながら歌うって大変ですよね。ペダルとかさ、ただでさえさ、あの普通に歌ってもペダル難しいのよね。公演の時もね、いつもね、あの陸上公演とかでさペダル歌ってる時もさ、なんか息続かんなって思うの、いつもいつもどこで息継ぎをすればいいんだろうって。結果さ息継ぎせずに歌うからめっちゃ息切れするの、最終的にはっ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 って。でも今日ボイトレの先生になんかこう息継ぎするタイミングを教わって、 なるほどってそういうことかって思って、今度から試してみようと思いました。ノーウェイマンね、ノーウェイマンすごいよね。あ、イモース。イモースね。うん。あ、今日だったのかな。トッポ、うん、なんかトッポかよくわかんないけど、ちょ200円ぐらいする、お高めトッポ。イモースね、キーベ、懐かしい、これ結構前だから。キーベのなんだっけ、なんとかを決める段階ですよね、あなんか体力測定的な、ね、運動、うん、苦手っていうか苦手だからやってこなかったんですよね。私あのめっちゃサボってたから運動会とかも、だからそういきなりもう19歳になっていきなり人前でなんか走れとか人前でボール蹴るとか言われてももうやってこなかったからできないんですよね。うん、本当に走りたくなくて中1、中2、中3、あ中3は走ったんですけど中1、中2全部あの仮病言って嘘ついてリレーとか免れてたんですけどそう中3はね走らされたんですよ、バレてね仮病が。でもそんぐらいねあの私は嘘をついてでもね走りたくなかったんです。
15分経った終わろう。こういう感覚なんですね、15分って。いや、あちちはもう言うよ、もう。もう過去のことだからもう言ってもいい気ですよ。今すぐわざとじゃないの本気で取り組んでますけども、めっちゃ膝ねこけて痛かった。毎日アイドル3日目、おお、3日目達成しました。やば、目指そうか。多分無理だと思うけど3日目今までね、でもね結構続いてた時は続いてたよ。うん、うん、じゃあね、もう気分が乗らない時はしないことにした。もうあのダメだとこさらすだけだから軽快な時だけやります。軽快なおきぽ、軽ぽ。じゃコンタクト痛い。ケポ。お顔の感じじゃない。そういうことではないかもしれない。でもコンタクトがねめっちゃ痛いんだよね。取りた。警戒の結構どんな感じ？まあ、これこんな感じ。全然警戒に見えないでしょ。割と警戒。いやいや、なんかね、なんか言われたんだよね、なんか怖いみたいな。なんか了解でーすみたいな感じで言ったらなんか怖いみたいなこと言われて、やっぱあの自分のテンションとその私の表情とあの声のトーンがあの感情に追いついてなくて、そうだから私ね、そういえば思い出したんだけど、私コンビニの時もあの飲食店のスタッフやってる時もあの一回怒られたことがあって、だから声だけは明るく言ってたんですよね。めっちゃ愛想がないって言われてたから、なんか顔はもう作れなくても声だけはなんか明るくいらっしゃいませーみたいな、もう表情真顔でも言っとけばなんとか、なんかそんな店員さんの顔なんてみんな見ないから、なんかそっから怒られることが減りました。なんだろうね、こう高いトーンが出ないんだよね。なんかね、そんなにね別に怒ってるわけでもないんですけど、なかなかあのついていかない、そのテンションに声のトーンと顔が。ドライヤー乾かしてるトロブさんが一生懸命。まつまんなそうな顔。これ通常運転だからな。楽しそうな時はめっちゃ楽しそうだよ。ふーんって帰っちゃいっけ。今が楽しくないわけじゃないんだけど、その表情筋を使いすぎると次の日筋肉痛になっちゃうから、今日もうステージ上でいっぱいね笑って、もうすでにほっぺが痛い。公演の時もねめっちゃ痛いの。やばいよね。
ぱ筋肉痛になる。だからね、休ませる記念日。うん、まあでも4時間か。なんかこう大人数でさあ、まあこうやって出させていただいて、大人数でこんなステージ作るのってなんかすごい達成感ありますよね。うん、なんかすごい、もうリハとかも長くてめっちゃ長いし、今日も朝から投資してそっからの本番だったから、もうなんか ずっともう動いたり、なんかもういろいろわちゃわちゃわちゃって感じだったんです。うん、まあうん、やっぱりなんか、うん、すごいなんかね、自分たちも参加してるっていう意識が高まった感じがする。総選挙の時はね、うん、なんかめっちゃ初めての大きいステージだったから、大きい舞台だったから、もうなんかとりあえず人の流れについていくって感じだったんですけど、今回はなんかこう自分で自分でっていう、うん、意識が芽生えた気がする。初見です。どうも大きいです。大きいです。どうも大きいです。今日の夕飯は焼きそばと温玉です。うん、バタブーム来た。乾きました。うん、何の本なんですか。インドネシア。ジャカルタだ。インドネシアの本が、インドネシアの本が持参してるんですね。まあ、おお素晴らしい。インドネシアの本が勉学に励んでたんです。語学に。あらららら。それは悲しい。悲しすぎる。よく永遠に乾かなさそうなんだけど。ああでも確かに。帰るまでに乾くかな。ずっと当ててるしかないんですかね。うん、へこみますね。ジャカルタ行ったことないですね。ドロボさんどうした。確かに初めてか。なんかね、一期生さんとなったのってそんなにまだない。4回5回ぐらい、10回もない感じ。コンプリートできるかな。なったことあるのはふうさん、ココアさん、みゆみゆさん、はるるんさん、とろぶさん、みちゅさん。あ、結構あった。10人ぐらいは行ったかも。うん、まいちゃんは、まあ、確かに一緒に行動する機会が一番多い同期、かつまあ同期だから多いかな。でもたまになんかすごいばらけてる時があります。うん、この間はね、この間は誰だっけ、ちょ忘れちゃった。でもドラさんだった。あ、パルトさんもあった。パルトさんとは3人部屋だな。舞ちゃん、あれそうだ、舞ちゃんと私とパルトさん。どう選んでる。まあ、適当だと思いますよ本当に。毎回ね、何かのこう何か試行錯誤をね凝らしてやる。あ、マイハーさん、そうマイハーさんも結構いた。めっちゃいたわ普通に。くーちゃんさん2人はなったことないかな。うん、結構いました。トルフさんとね昨日はずっと1本見て
気づいたらなんか寝落ちしてて、私が1時ぐらいに起きたら鳥羽さんがお風呂入ってたから、私も入ってそのまま寝ました。一本見てた。一本。あ、久田さんね、なんで出てこなかったのかと思ったら、あかりんさん、あのね、4人部屋だった時があって、一回あかりんさんとのんちゃんさんと私とマイキューの時がありました。あの時楽しかったの。もうでも最後まで見てない、途中まで見た。4人楽しかった。部屋がね大きかったからね、全然狭いと思わなかった。シンゴジラ録画した。録画できてない、するの忘れた。怖いよね、うん、私あの映画すごいね、なんかこう、いや政府とかさ、そういうなんかなんだろう、自衛隊とかなんか動きがすごいリアルだなと思って好きなんですよ。官僚のなんかシーンとかが割と好き。本当に襲ってきたらどうなるんだろうね。どっちがいいかな、前髪。うまい。声めっちゃかかった。でもコッパーでも200円ぐらいか。そろそろランキング読んで終わりたいと思いますね。すいません、もう我慢できなくてね、もう本当にお腹が空いてて、なんでお腹が空いてたんです。というわけで読みます。13位、ルックアットミーさん、ありがとうございます。12位、台湾中心さん、ありがとうございます。11位が KT さん、ありがとうございます。そして10位がジップさん、ありがとうございます。9位がデルファイさん、ありがとうございます。8位が夢の中さん、ありがとうございます。コンタクトが持ってくれ私の視力。7位がヤスさん、ありがとうございます。6位がマッカさん、ありがとうございます。5位がアサミンさん、ありがとうございます。そして4位がクジラタイゴさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がトウトウさん、ありがとうございます。そして2位がニコちゃん、ありがとうございます。言えたでいい。そして1位がマキさん、ありがとうございます。1位おめでとうございます。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。ということで、見てくださって、視聴してくださってありがとうございました。あ、ちょっとちょっと、うん、今日はメール送れなかったんでね、またメールいっぱい送ります。まということで、ありがとうございました。バイバイ。じゃあ切ります。どうでした、まだもうダメ、服がもうダメ。ちょっと私の私物が洗面台にあ